どうも、翔輝です。お願いします。さあ、今回は11月23日に米津玄師さんの、ニューシングル「キックバック」が発売されるということで、今回はそちらについてのね、動画を撮っていきたいなと思います。アニメ「チェーンソーマン」のオープニング曲「キックバック」がね、11月23日にシングル CD として発売されます。通常版、チェーンソー版、映像版、3つの形態にね、分かれて発売されます。はい、まず収録曲なんですけども、キックバック、そして恥ずかしくってしょうがねえ、こちらの2つがね、収録されています。恥ずかしくってしょうがねえについてはね、まだどんな曲か全然わからないんですけども、新曲ということでとても楽しみですね。そして購入特典なんですけども、まずチェーンソー版では、チェーンソーネックレスというものがねついてきます。はい、どんな見た目かはまだ発表されてないんですけども、こちらもとても楽しみですね。はい。そして映像版にはね、DVD がついてきます。こちらにはね、まず M87 の、ミュージックビデオ、そして、キックバックのノンクレジットオープニングムービーがね、収録されています。はい。そして、初回限定、まあ、先着特典としてね、キックバックの、ステッカーがついてきますね。はい、こちら先着順なんでね、まあ、早めに予約して購入した方が、手に入れられるものとなっております。いやー、キックバックね、めちゃめちゃいい曲ですよね。なんか中毒性のあるというか、永遠にリピートして聴いていられる、すごい米津さんの曲の中でもめちゃめちゃ異質なというか、かっこいい曲に仕上がっていますね。はい、私の好きなバンドのキングヌーのね、常田さんもね、参加しているということもあってね、めちゃめちゃ豪華な、めちゃめちゃ大好きな曲になりました。はい、早速ね、映像版とチェーンソー版2つ予約してます。はい、11月23日がとても楽しみでございます。私はね、これから埼玉スーパーアリーナでの米津さんのライブが控えてますので、そちらも楽しみです。はい、もしね、参加される方いましたら一緒にね、楽しんでいきましょう。それではまたねー。